や。いや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 パルト。ダッシュです。朝です。ボンです。ヤギです。本日はですね、長い闘病生活を無事に、終えて帰還しました。アスカさんの、退院祝いということでですね、ちょっと夜の街に繰り出しております。本日、来たところが、以前からですね、アスカが退院したら行きましょうということで言ってました。こちらになります。すき焼き焼きさんということでですね、柴田までちょっと遊びに来ました。店の中に入ってですね、ちょっと八木くんの方からいろいろお話を聞かせてもらえればと思いますので、こちらも八木くんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、マンボさん、行きましょうか。それでは、すき焼き八木に行ってみよう。よっありがたいな。俺も谷の底からヤギ君に拾ってもらった。いらっしゃいませ。ああ、おいしょ、はい、すき焼きヤギに入りました。本日はね、このヤギ君からおいしいおいしいすき焼きを食べさせてくれるということなんで、これからいいねいいねいいね、いい顔してるいい顔してるよ、ね、食べさせてくれるということなんで、じゃあいただきましょう。いただきます、はい、どうぞお召し上がりください、はい、一応こう扱ってるお肉っていうのが、何肉でしたっけ。うちは米沢牛の A5 のお肉を使わせていただいてます。食ったことある A5 って食ったことある。まあ、A がつく肉食ったことある、そもそもお三方、お三方英語って5000売ってますか。なんかね、お店入ったじゃん、メニューがないよね。そうそうらしいんですよ。そうそう、メニューがない。うちお任せのみになるんですが、すごいお店屋さんのもうお任せばっかりなんですか。そうですね。ちなみにそれをもうずっと続けてこられたってことなんですか。そうですね、昔お肉屋さんだったんですけど、はいはいはい、昭和10年にすき焼きを始めて、それからずっとお任せで、はい、え、昭和10年までじゃあお肉屋さん、お肉屋さん、精肉店ってことですか。はい、なるほどなるほど。そこからすき焼き屋になったってことですね。ちょっと怖くもありでもすごい期待値も高くありって感じだね。いや、ドキドキしますね。ここで期待裏切られたらどうしようかなって思っちゃうけど逆に好きやみたいなの出てきたりしてここまで来て怖い思いしたくないもんじゃあそれでは早速じゃあやっていただきますか。はい、ご用意の方ちょっといいですか。はい、かしこまりました。お願いします。お願いします。八木君がね、温泉卵を作ってくれてたらしいんですよ。嬉しい。うちうどんに温泉卵あるんですよ。ちなみに八木君何歳でしたっけ。31歳です。31歳のこの風貌そして温泉卵を作っていてくれるっていうどういう人なんだろう。中様、あんや大丈夫ありがとうございます。こういうのもね、ついてくるんですね。うん、すき焼きとは別に嬉しいね。とりあえず、あー、すみません、バイーン、天候盛りですよ。おめでとう。ありがとう。失礼します。あらら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 、うわ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 、すごい、来ましたよ。写真撮っとけ。ちょっと届きましたよ。どこお肉中から牛脂取ってね。牛脂を取ってまず、はい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 、おー、まずはね、まずは白滝から。なんか噂によるとこの野菜ももうずっと決まった農家さんからっていう、なんか何、ね、あ、そうだ、白菜じゃないね。ああ、ネギだけ、ネギ、玉ねぎ。それはなんかこだわりがあるんですか。はいはい、あ、僕が調べた、はい、ところによりますと、白菜を入れるとですね、
水が出すぎて味が薄まっちゃうっていうことらしいんですよ。なるほど。それで白菜やめたらしいです。ああ、なるほど。合ってます。合ってます。これ動画全然見てないです。わー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 、いや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 、ちょっと1枚のこのデカさね。もう鍋パン大丈夫、気をつけてもらえどこだ。いや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 、食べそうか。いやいい音。ちょっとこれはすごい。八木くん、ありがとうございます。今日はありがとうございます。じゃあ乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。グラッといっちゃってください。要はこう蒸し焼きみたいな感じなんです。蒸し焼きっていうか。そうなんですよね。ね、タレと野菜の蒸気で蒸して、はいはいはい、その方がお肉が硬くならない。一般的にすき焼きって最初お肉だけ焼いて食べて、はい、そこにその残った油とかに野菜を入れてっていう形なんですけど、うちはそのうちのやり方で出してるんですけど。りんごちゃんも上手なんだ、また。上手なんだね。言いたいだけなんではい、どうぞ。できました。お、いやいや、できました。完成ということで。いや、完成ですね。はい、どうぞ。いいね、バッチリ。うん、いい色になりました。はい、どうぞ。あとやっとくよ。うん、それではじゃあ、アスカからね、退院祝いということで、はい、行きたいと思います。いや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 、やんね、いいんですか、入らねえと。うわ、たまらん。いやね、美味しそうです。いただきます。うん、美味しい、美味しいです。切なそう。お前いろいろ用意してたんじゃね。今日コメント完璧だっつーだろ。うん、めちゃくちゃもうなんかお肉がにゃんにゃんじょわじょわね。にゃんにゃんじょわじょわだよね。にゃんにゃんじょわじょわ、にゃんにゃんじょわじょわ。食レポ上手なこと。めちゃくちゃ美味しいです。本当に幸せだな。悔しい。何が悔しい。上手に言えなくて。本当にうまいやつはね、うまいしか言えないってやつね。うん、めちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、食レポの方はバンバさんがなんか手本見してくれたらしいんで、うん、見本見してやる。おっと、お前勉予習してきたっつって、それはダメよ。ごめんなさい。結局美味しいしか言わないと視聴者さんには、うん、もっとね、うんうん、おい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 、気がいいこと。クイプリプ、どうよどうよ、美味しいかい。いいクイプリだね。ほら、言うから。なんかバンマの俺がカットしないの分かってるろ。美味しいね、お肉って。お肉って美味しいね。お、ゴール決めた。めっちゃうまいね。めっちゃうまい。さっきさ、ヤギくんが言ってたんだけど、なんだっけ、その蒸すことで肉が硬くならないって言ってたのが、本当わかる。いや、本当美味しいです。はい、ごちそうさまです。こだわりのね、調理方法でね、うん、あるんだわ。やっぱ長くさ、続くにはやっぱり訳があんだよ。競争に打ち勝ってきたこの味だよね。本当にそうだ。たまにはいいこと言うじゃん。だってさ、群雄割拠よ。本当に飲食なんてさ、まあ、次から次へと新しいとこ出てきて、それが創業何年だっけ？だし。90年でございます。創業90年だよ。
これはね、秘密がありますよ、やっぱり食べてみてこそ分かるね、今日幸せです。ありがとうございます。幸せです。落ちきるまで回すんで。うわ、落ちきるまで回すんで。ヤイくん、はい、ちょっと今日こんなに美味しいのを食べさせてもらって、ちょっと感謝の気持ち表していいですか。お願いします。あとお前かこれね、こんな美味しいのね、ちゃんとカメラが捉えてからジグレア。俺こんな美味しいの食べさせてもらって、俺もし、いつか俺さっきカメラ回ってないから、うん、やろうとしてた、やろうとしてた、やろうとしてた。ちなみになんですけど、うちギターもありますけど。ギターないない、ギターある、絶対ギターない、ない、ない、ない夢だから、これ夢。俺たまにライブでポソって言うんですけど、俺元軽音楽部だから。そうなんですよ。絶対ドラムでしょ、絶対ドラムでしょ。ベースです。ボーカルじゃなくてよかった。ここボーカルって欲しかった。うちのやつ、しらたきが美味しいんですよ。しらたきはね、今。しらたきなんかこだわりとかあるんですか。塩やこんにゃく屋さんってあるんですけど、そこから取り寄せて、で一回茹でてアク抜きして、で最初しらたきからやるじゃないですか。はいはいはい、はい、そうするとこうプリッとして美味しくなるんですよ。へえ。先にこんにゃく専門店ってないんだよ、うん、ね。あとそもそもこんにゃくの質がここ違うんですよね。ほう。なんか普通のこんにゃくよりプリンとしてる。へえ。あ、プリンプリンで本当にプリンプリンで、歯がね、喜んでます。歯が喜んでます。歯がいらないじゃなくてね、歯が喜んでるやつね。踊ってる、踊ってた。あれ、バンバン悔しがってる、バンバン悔しがってる。終盤戦に差し掛かってきました。うん、と心と夢をいただいて、アスカも日本酒いただいております。美味しいです。これ美味しい。追い肉来ました。追い肉、これはね、追っていくから。さっきぐらいあるじゃん。追っていく。お、ミラ。でも白滝がうますぎて、白滝も追い白滝と、追い肉しました。追い白滝美しい。焼きヤギさん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いかがでしたか、つかさん、出所後初のすき焼き。びっくりするよ、もうあんなお肉食べたことないです。あんな、すごく、すごかったね。こっちつった、こっちつったよ、今。あんな A5 ランクの美しいお肉、初めてでした、正直。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。皆さんもイベントですとか、お祝いの時、ぜひすき焼きヤギさんにお越しください。お願いします。それではですね、この動画面白かった方、良かったなと思う方、ぜひチャンネル登録、評価、コメントをたくさんお待ちしております。お願いします。それではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。珍しく噛んでる。こっちの取り直しいる？酒が飲める飲めるぞ、酒が飲めるぞ。
来てるソプラノ。Yeah.